ブル次郎くん、お客様ファースト埋蔵グルメの巻。今回埋蔵グルメを発掘にやってきたのは古町通り8番町キッチン龍馬田グル。去年5月にオープン。落ち着いた雰囲気でお肉料理をメインとした創作料理とワインが楽しめるビストロダグル。月曜から木曜日が、6時オープンの3時までやってまして、週末の金曜日と土曜日が朝の5時までやってます。遅くまでやっているだけでも嬉しいけど、こんなオーダーにも対応してくれるんだグル。お客様の食べたいものをという感じなので、食べたいものがあれば可能な限り作ります。はい。そんなキッチン龍馬の人気メニューはムーミートンの塊肉グリルだグル。値段以上のボリュームになってます。1個のもので、まあ、2,3 人とかで食べてもらってますね。ムーミートンってどんな豚なんだグル？白根原産のブランド豚なんですけど、お米を食べてる豚さんなんですよ。脂身が美味しいと言われてまして、結構柔らかくて食べやすいですね。養豚場からお店に直送で届くムーミートンは肉厚だけど柔らかくジューシー、文句なしの人気メニューなんだグル。でもグル次郎は人気メニューに興味なんて全くないんだグル。本題の埋蔵グルメを発掘するんだグル。では、このお店の人気メニューを教えてください。はい、さあここで問題グル。キッチン龍馬の埋蔵グルメ、つまり一番人気のないメニューはなんだグル？スタジオのカエポちゃん、5秒以内に4択で答えてグル。正解発表だグル。では、このお店の人気メニューを教えてください。はい、プリプリエビグラタンです。正解はプリプリエビグラタンだグル。早速調理担当の田辺さんに味を伝えてもらうんだグル。めっちゃうまいですね。自分で言うのもなんですけど、エビでかエビは大小合わせて6、8とか、大きいやつを探して探して仕入れてて、今のサイズにたどり着いた感じですね。ソースのこだわりが、ソースもそうですね、チーズだけで5種類ぐらいは入ってて、ずっと改良を重ねて重ねてみたいな、濃厚さとラグジュアリーさを兼ね備えてます。実はこだわり抜いた大ぶりのエビと5種類のチーズが使われているソースは相性抜群。美味しいのになんで人気がないんだグル。まあ、うち基本肉推しなお店で、メニューもバッターと見てもやっぱ肉がほぼ占めてるんですよ。でやっぱそこにあるエビ料理って言ってもなかなかパンチはなくて、基本やっぱオーダーされるお客様も9割方はやっぱお肉なので、なかなか商店と行きづらいのかなっていうのはあったりしますね。お肉メニューの陰で日々改良が重ねられているエビグラタン、お酒も進むお店自慢の一品なんだグル。今後もより改良を重ねていきたいですね。キッチン龍馬の、埋蔵グルメは、プリプリエビグラタンです。ぜひ皆さん食べに遊びに来てください。よろしくお願いします。日々進化を続けてどんどん美味しくなっているキッチン龍馬のプリプリエビグラタン、ぜひ頼んでほしい埋蔵グルメなんだグル。